町田、名古屋グランパスから相馬勇紀獲得を正式発表。やっと公式来たか。ようこそ町田へ。寝ても覚めてもお待ちしてました。町田さん首位独走中なのに、こらまたどえらい補強して割るわ。現役代表クラスが入ってくる日が来るとは思わなかった。このまま J1 優勝しそうやな。村里かわいそすぎる。3チームのやつどうなるんやろ、出場できるのか。グランパス戻ってきて初戦で救世主からの町田に移籍。今までありがとう、お金たくさんありがとう。